視聴者の皆様こんにちは、ルーミアです。キリバンの番人であとエキストラで攻略無理なんじゃねえ。その証拠をお見せしましょう。まあなんと言いますか、できないことを証明します。変な証明だな。見れば納得です。ではゴー。猫ボンとニャンピュータ入れても勝てないことを証明します。まず最初のダチョウ同好会が出るまでチビゴムで耐えます。危なくなったらキョンシーを使って間引きます。最初のダチョウ同好会が出てきたらムートトールルンを出します。ダチョウ同好会は合計3体出てくるので1体ずつ倒していきます。この時できるだけニャンコ城に近いところで倒しておきます。これは足の遅い壁役を前線に早く到着させるための措置です。やっと倒したところでムートとウルルンは捨てることになります。どうしてだ。詳しくはこの攻略の後無課金版を見ていただければわかります。さあヒカルとダチョウが出てきました。ヒカルの光線で動きを止められるわけですが、ダチョウ同好会を妨害する術がチビゴムしかありません。チビゴムは止める妨害が効きませんが、足が遅くこちらの攻撃の要を守りきることができません。ムートを覚醒にしなかったのは攻撃役が不足しているため、最初のダチョウを倒すため選択を余儀なくされたためです。ひどい状況だな。ではなすすべなくやられていくのを倍速で終わらせて無課金攻略でなぜレアキャラとエキストラで攻略できないかを説明します。もう何もできないから倍速でさっさと終わらせるわけか。時間がかかるだけで本当に何もできません。では無課金に移ります。無課金だと壁は3種類だけ用意すれば十分です。エキストラの半分だな。代わりに攻撃役を増やすことができて自由度が増します。ではゴー。初日に攻略したのですが、リクエストとかイベントに答えてたら編集が遅れてしまったので異証明になります。無課金攻略はアイテムなしで十分攻略できます。城を叩くまでやることはほぼ同じなので倍速します。壁で守りつつ最初のダチョウ同好会を始末します。すごい言い方だな。何分さんは同時に相手にすると苦戦しますから、間引いて数を減らしつつ働き猫のレベルを上げておいてください。とっくの昔にマックスだな。抜き足の方が射程が長いので壁を張りつつ少ない戦力で戦います。お金が微妙だな。では本番です。ヒカルに動きを止められてなすすべなく端からやられていったわけですが、今回は大狂乱の猫ライオンと超特急が使えます。どういうことだ。動きを止められてピンチになったらライオンと超特急でカバーします。今出しましたね。大狂乱のライオンと超特急でダチョウはノックバックしました。攻撃力が微妙に足りませんが、動ける時にダチョウにダメージを与えておけば超特急とライオンのコンビで後ろに下げることができます。ピンチの度にこれを繰り返すだけなので倍速します。まあ対策しても簡単に倒せる敵ではないので、端から削られてニャンコ城付近まで後退することになります。光る相手だと無課金してきついんだな。ですが揃うものと使い方次第でできるようになります。さあダチョウをあと少しで倒せます。はい、ダチョウ同好会は開催です。しかしムートのタイミングが全部外れたな。まあヒカルの攻撃の合間を縫ってとなると難しすぎるんですよ。何かやましいことがあるとすぐに視線をそらすよな。何はともあれあとはヒカルとうぞうむぞう。出せるものを出して遠方範囲より内側の射程に入ってダメージを与えます。こういう時ライオンは大活躍だな。足が速く攻撃回転がいいですからね。ノックバックさせながら確実にダメージを与えます。ウルルンは残念だったな。動けるようになればなんとかなります。で倒しちゃったよ。ライオンが片付けるな。ライオンと超特急をどんどん出していきます。遅いのは置いていって速攻できるキャラで決めます。ドラゴンがちょっともったいないな。必要な時に活躍したので割り切りです。少しは参加するのかな。無駄が減ったよ。勝利。以上がレアとエキストラのみでは攻略できない理由です。攻撃力の高いキャラが少ないのと壁の足が遅いので決め手がないのと。
足の速いリカバーがいないので少なくとも私は無理です。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。